岸田がペイントアタック、ここもまたセールになった。序盤は長崎の守備が佐賀を上回っています。ジョーダン・ヘリングがペイントエリアに入ってくる、そこからのミドルレンジのショット、スリーポイントも積極的に打ってくるのが長崎のスタイル。エクストラパス、パブロ・アギラウィングスリー。さあ TK、 まだ今日は得点がない。これもこぼれます。そして松本、また走っている、ファストブレイク、これが長崎のバスケットボール。ミスターバルーナーズと呼ばれています。さあギブスからここはハイロープレー、ジョーダン・ヘリングが中に入っていました。佐賀はここ1本、ジョーダン・ヘリングスクープショット、会場から大きなどよめき。後半の注目選手がそれぞれポイント。狩俣からヘリング、2本目、左コーナースリー、また来た。一方隅田、スピードアップしていきます。あー、これもターンオーバーだ、連続のターンオーバー。3対1、アウトナンバー、ヘリング、あと一歩でした。狙いは良かった、崩していた佐賀です。ジョーダン・ヘリング3本目来た。バウンズパスを入れてギブス、そこからヘリング、狩俣、ボールがよく動いています。長崎、ヘリング、またヒット、止まらないヘリング。そこからボンズ、ヘリング、スイッチする、フィーラー、そこからノルクパス、マットボンズ。この辺りの位置取りのリバウンド、長崎、ヘリング、松本、またドリブル、エンドワン。松本を走らせた狩俣、アギラールが受け取って、そこからドライブ、井上がついています。こちらもエンドワンだ。アギラールと TK、 高平ドライブ、そこからキックアウト、ジョーダン・ヘリング中に切り込んでくる、ダブルクラッチ、これを沈めて逆転。チームの危機を救ったテレンス・キング。さあヘリング、そこから狩俣、オープンショット、これが来る。まずは1本守備。さあ狩俣のところ、キックアウト、ジョーダン・ヘリング、トップのスリー来た、ナイスティール、隅田、そしてそのままもう1回の上、コーナースリー、あーっと、これはシュートコンテスト。マトボン、西川とのマッチアップ、中に入らせない、3-3のゾーンです、サガバルナーズ。しかしその中でヘリングが切り裂いていきます。アイパブムール、ジョーダン・ヘリング、キャッチ、シュート、きた、スリーでお返しだ。ジェフ・ギブス、そこからヘリング入ってきています。ヘリング、ドライブでいく、当たられながら決めていきます。長崎はこのまま連勝。さあジョーダン・ヘリング、ここからギブスは空いていますが打たない、ヘリングのスリーに選択、これを沈める、まさにお祭り男、ジョーダン・ヘリング。